今回はなんとワインに合うおつまみを作りたいと思います。で、僕はあんまりちょっと料理上手じゃないので、ちょっと大変スペシャルゲストを呼んでまして、来ていただいていいですか。おーい。はい、皆さんこんにちは、石倉ノアです。今回はなんとここにね、食材がちょっとあるんですけど、これを使ってワインに合うおつまみを作りたいと思います。で、今回ちょっとね、自宅じゃなくて美しいね、スタジオに来てます。スタジオリオリっていう代官山にある料理スタジオで、実はセイナが行ってるあのジューシーフィットってね、ヨガが地下1階にあって、あの違う、先生ちょっと補足をちょっとバイエクササイズ、バイエクササイズ、バイエクササイズ、これねが地下1階にあって、その上にスタジオリオリっていう料理教室があるんですけど、そこをお借りして今回ちょっとやっていきたいと思います。で、僕はあんまりちょっと料理上手じゃないので、ちょっと大変スペシャルゲストを呼んでまして、料理がもう得意な方を今日呼んでます。では先生、ちょっと今日よろしくお願いします。来ていただいていいですか。おーい。はい。はい、どうも皆さん、はじめまして。安田玄也です。え、こんな感じ姉さんに作るワインに合う料理。料理できる？まあちょっとできる。まあ料理はできると。あ、そう。本当に？さっきスーパーでちょっと買ってきたんですけど、あの、何を作っていいかっていうのはまあちょっと分かんなくて。まあ、トマトとチーズあるか、とりあえずカプレーゼでしょ。まあカプレーゼだね。マグロ、たたきがあるから混ぜて、海苔で巻くやつ。大丈夫か、絶対、絶対うまいから。で、アボカドでしょ。で、生ハム巻いて、ね、そう。あ、あとこうか、バター醤油、ね、そう、バター醤油と生椎茸焼いてだからこれ喜んでくれると思うんだけど、ね、じゃあ作りますか。作りましょう。カプレーゼからいきましょうか。はい、トマトを洗います。普段料理するの？まあするね、するけど、こんなおしゃれなの作らない。男飯みたいな。男飯です。でも結構料理してるイメージあるけどな。まあ簡単なのね、炊き込みご飯とか好きだけど週7炊き込みご飯ねめっちゃ一時期した炊き込みご飯にたまってなかった。でもね、飽きたよ、炊き込みご飯にしてた。ちょっとね、一人だとね、量が多すぎる1合炊き込みご飯作るのもさ、申し訳ないじゃん。そうです。あれ、できるかな。普通にいける。こういうのにしたらいいんだよ。そうだよ。違う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 、すごいね。本当にしたことないの。料理作んなくなると分からなくなりません？切り方。確かに。トマト切るの久しぶりで分かんない。ちょっと不慣れですね。そうなんすよ。プロの方をお呼びしたんですよ。並べて。怖いね。え、並べるってどうやって並べるの？え？こうやって、これを。わーわー。姉さんに手入れてもらっていいですか？え？入れてもらっていいですか？ちょっと開けたことない。ワインぐらい開けるように頑張るよ。これコルクあったらやばいやつだ。うん、失敗した、うん、これ失敗したらやばいやりますか。 あ、そうですね、うん、ちょっとこれ上でしょ。まず切らない。おー、なるほど。疲れですか。ちょっとお酒飲んだろ。あ、ごめんなさい、すいません、バレました。疲れですね。本当に酒臭いですか。酒臭い。ありがとうございます。もうできましたか。全然見てなかったですね。おすごい、できてる。塩かけたら美味しいかもね。塩もね、上からパラパラ。はい、完成しました。カプレーゼでーす。なんか2分ぐらい、2分ぐらい、2分。はい、とりあえずね、食べてください。おつまみで、すごいね。やっぱお皿のおかげで皿がいい、おしゃれに見える、ね、皿がいい、お皿がいい、おしゃれに見えるね。簡単よ、カプレーゼなんて。素敵素敵。セイナのためにね。ありがとう。あ、美味しい。全部作った。うんうん。好き好き。まあいいでしょう。次。アボカド切ってみようか。あ、いいじゃん。
ノアが初めてアボカド切ります。その包丁めっちゃ切れるから気をつけた方がいいよ、うん、気をつけてね。やられると思う、アボカド。アボカドやられる。アボカド切ってください。洗わなくていいと思うよ。あ、そう多分、皮は。で気をつけてね、うん、いいじゃん。アボカド、いいアボカドだったね、これね。おお。出ました、それが100点、100点すごいこれ切れ味。やってやって。やっぱりさ、普段からやんないとさ。やっぱ慣れなの。慣れなところあると思う。アボカドはやっぱ薄くですね。縦ね。こういう風に巻いて食べるから。巻いて食べる。ノアが思った通りにやる。いいんですか？通りに。いい感じ。できるじゃん。より。俺いる？なんかちょっと。ちょっとね。汚いね。汚くないよ。汚くない。これにキャビアとか乗っけたら、あー島袋製のこれはじゃあ一旦冷蔵庫入れてキャビア待ちます。あ、そうだね、お湯で。うまっ。あ、うまいじゃん。ほら、美味しいよ、めっちゃうまい。ね、美味しいよね、めっちゃうまい。やばい、やばい。いいさ、あの塩分が、うん、何もかけなくていい。かけなくてもね、うん、めっちゃうまい。てか、初めてやな、YouTube でさ、皆さんハウスの人が、ハウスのね、出てくるの。あ、そうなの。そうだよ、ケンヤ一人目。マジで、うん、初ゲストです。初ゲストがこんな料理の先生でいいの。じゃあ、あの、投稿日すごい後にしよう。何で。結構いいね。いいね、うまそう。バター味美味しいよね。バター味は何でもうまいと思う。今、きのこ旬だしね。うん、秋だしね。二人が出会った時はどんな感じだったの。あ、俺とセイナが、うん、だってもう何、6年ぐらい一緒にんじゃない。いや、もっとだよ。もっと7年ぐらい。7年ぐらい、7年ぐらい。そんないいの。若かったね。若かったね、お互いね。でも、老けないね。ありがとう、うん、ほら、いろいろさ、頑張ってるから。あ、なるほどね、いろいろね。うん、そう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 、早く作らないとお腹いっぱいになっちゃう。おいしいなぁ。やってる間が何、次作ろうか。お、これは、もういらない。届きましたよ。キャビアが、キャビアだ。ピリッといったよ。うわ、すごい。うわ、すごい。すごいね。キャビアです。はーい。セイナのために。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、このキャビアを使って乗っけましょう。これを乗っけて。キャビアって買ったことある？ない。ない。てか、あんま食べた記憶もそんなない。わかる、味が分からんけど、開けれない。おー、すごい。すごいね、嬉しい、本当にワインに合うね、うん、そうだね、うん、だいぶキャビアで助けられたね。映えるね、キャビア、うん、いい、いい、いい感じ、おしゃれおしゃれ。完成しました、生ハムとアボカドのキャビア添え。あー、いい、いいね。キャビアに、うまい、うまい、すごい綺麗だね、やっぱキャビアと乗せたら。やばい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 、ワインガブガブ飲めちゃう、これ。ほんとにでも、ほんとに、うわ、すごい、え、すごいよ。美味しいでしょ。うん、ちょっと何も塩分入って入れてないし、うん、すごいね、もともとだ、うん、ただ、切って巻いてのこと、ね、優勝、マジで優勝。うん、油跳ねるから靴とかいいかな。テフロンもお腹すいたね。お腹すいてきた、ね、何作ったら聞いた。分かんないの、分かんないです。これやばいやろ。今やばいと思うでしょ。巻くからね。巻くんだよ。キュウリえぐ。え、そう、いい感じよ。いい感じ。さあ、できそうですね、ノアさん。できそうですね、終盤に。差し掛かりました。差し掛かりましたね。美味しそう、美味しそう。わー、美味しそう。はい、完成しました。椎茸のバター醤油炒め、イエーイ。これ絶対美味しい。美味しいね。ビール飲みたいね。あー、ありがとう。うん、うん、美味しい。生、うん、生、うん、生、うん、本当？ケンヤ大先生の最後の集大成が
はい、何ですかこれは。できました。キュウリユッケです。キュウリユッケです。マグロユッケね。マグロユッケです。これを海苔で巻いて食べてもらいます。どうぞ。ありがとうございます。ないよりいいんじゃないですか。ほら、まあ、おー、本当おつまみって感じのやつできたね。いや、できたね。我らながら時間かかってないしね。そんなかかってない。15分ぐらいですよ。もっとかかったか。こう見たらめっちゃ綺麗じゃない。ね、綺麗綺麗。あ、ね、スプーンある。大丈夫。ありますよ。マジどれも美味しい。あら、よかったです。どれが一番美味しい。いや、キャビア。キャビアって言われた、ね、もうキャビアって言ってる時点でもうキャビアが美味しいんだよ。いやいや、ジョークだけど、うん、全部美味しい。マジで全部美味しい。本当に本当に美味しい。びっくりするぐらい美味しい。ありがとう。作り方はここに。いやいや、見なくてできる。地味に厚げするんですか。そうだ、うん、いきなりすぎてあーってなったけど、うん、楽しかった楽しかった楽しかった。このねスタジオもねすごい綺麗で使いやすい、うん、めちゃめちゃ綺麗。そう、代官山にあるんで、皆さんもねぜひ行ってみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。おいしい。すごい。こういうのね教えてもらいながら作った。うわ、I'm sorry, I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be.